絆。山崎桃子です。今、ディープジュエルスという日本で唯一の女子総合格闘技の大会で活躍しています。よろしくお願いします。山崎桃子のモーメント・オブ・ライフ。これは、試合に勝った時の写真なんですけど、勝ってこう脚光を浴びてマイクで自分の好きなことを喋ってる時の写真で、すごい思い入れのある写真です。勝てた時は本当にそれまでの努力がすごい報われた感じがあるので、何とも言えない、なんか高揚感といいますかがすごいですね。はい、自分の存在が認められる瞬間が、勝った時がやっぱ自分という存在がこう認められたって感じがします。この写真まさに輝いてる写真だと思います。はい、さらに今後輝くために、はい、今山崎さんがやっている努力について教えてください。はい、やっぱり日々の練習だったりとかを、より強くなるためにどうしていくかとか考えたりとか、そういったことですかね。はい、輝こうと、自身を磨き続けている人、はい、またひたむきに頑張っている人に、はい、何かこう山崎さんアドバイスや応援のメッセージがあればお願いします。やっぱり続けることが一番難しいことだと思うんですけど、続ければ終わりじゃないので、結果がすぐに出なくても続ければその時点で勝っているっていうかだと思うので、それに向かってなんか行きたいです。はい、今目標としている大会、試合、また、今後の目標について教えてください。一応今ディープジュエルスっていう大会に出てるんですけど、夢は地上波で放送されるRIZINっていう大会に出るのが夢で、それに向かって頑張ってます。はい、では、応援してくださってるファンの皆様に、はい、カメラ目線でメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。本当に自分が頑張れるのはこうやって見ていただいているファンの皆様のおかげなので、これからも応援よろしくお願いします。その総合格闘技始めたきっかけは何でしょうか？きっかけはアウトサイダーという大会が、あったんですけど、その大会に出たくてまず格闘技を始めました。好きな食べ物は何でしょうか？好きな食べ物はお肉が好きで、特に生肉が好きです。競技以外の趣味を教えてください。競技以外の趣味、映画が好きで、よく休みの日とかは映画鑑賞とかしてます。あなたのストレス発散方法は何ですか？ストレス発散方法は練習でサンドバッグとか叩いたりとかしてストレス発散します。今一番欲しいものは？今一番欲しいものは、家出たくて、ちょっと一人暮らししたくて家が欲しいです。あなたの幸せに最も欠かせない要素を一つ教えてください。難しいです。やっぱり見てくれてるファンの方とかがいることが自分の一番の生きがいなので、そういった方たちの声だったりとかが一番大事ですね。はい。学生時代の一番の思い出は何ですか？学生時代、友達とやっぱ遊んでた時が一番の思い出です。はい。そんな学生時代の仲間や恩師に一言お願いします。今、部活とか辞めちゃったんですけど、その時に頑張れなかったことを今大人になって頑張ってますって伝えたいです。いつも使用している道具やウェア、名称やメーカーなどを教えてください。はい、着ているウェアはリーボックさんのウェアが多いです。はい。それを選んでいる理由は何かありますか？デザインが好きなものが多くて、なんとなくこう偏ってって、もうリーボックさん一筋でっていう感じですかね。あなたの勝負曲は？勝負曲は、入場曲にも使ってるんですけど、阿部真央さんの「Believe in Yourself」っていう歌があるんですけど、その歌で使ってます。試合に勝つためのルーティンや験担ぎがあれば教えてください。は特にないですね。はい。今までで一番感動した瞬間、高ぶった瞬間を教えてください。初めて試合に勝った時が一番やっぱ思い入れがあります。アスリート人生で、挫折した瞬間はありますか？一応初めて大きな怪我をした時はもう格闘技をやめようかなと思ったりとかしました。はい、その挫折からどのように立ち直りましたか？憧れの人ができて、その人を見て、あ、やっぱりやりたいなっていうふうに思いました。体のケア、メンタルトレーニングなどアスリート活動を続ける上で取り組んでいることを教えてください。体のケアはやっぱ先生に見てもらったりとかしてケアしてる感じですかね。はい。あなたのライバルは誰ですか？ライバルは自分自身だと思います。憧れの選手、目標としている選手がいれば教えてください。RIZINで活躍されているレナ選手っていう選手がいるんですけど、レナさんがすごい好きで憧れてます。今までのアスリート人生で一番感謝している人は誰ですか？家族ですかね。はい。一番仲の良いチームメイト、仲間は誰ですか？あ、ジムのみんなです。交流してみたい競技や選手がいれば教えてください。格闘技以外のアスリートの選手とつながることがないので、そういった選手とはちょっと関わってみたいなと思ったりします。はい。